野田城は戦国時代の城郭、今の大阪府大阪市福島区多摩川付近にあった日本の城である。協禄4年、細川高国と三好元町が構想していた時に、細川高国と同盟関係にあった浦上村宗がこの地と福島の地に陣取って築城したとされるのが文献上の所見である。幕末に作成された摂津名所図大会によると、 野田城跡、野田村にあり、地を資料のうちという。はじめ細川氏綱座城す。う々、摂津名所図大会とある。細川氏綱とは、細川院県の子で、細川春本や三好長兄を討つため、シャリ寺の戦いなどで奮戦した武将であり、浦上村宗が討ち取られた後、氏綱が城主になっていた可能性がある。しかし、日本城郭体系では、 資料は明確でないと指摘している。元気元年、機内での勢力回復を図る三好三人衆は、野田城、福島城を増築、牢城し、それにこうした石山本願寺保守県女が、織田信長田等の武装決起をする。当時の野田城には8000人の兵がいて、広い城地を占めていたとされるが、現在では、石碑がひっそりと建てられているだけである。野田城、 福島城の戦いも三勝天勝四年、信長の猛攻によりの打城は落城後福島城と共に織田方の手に渡り、第一次木津川口の戦い、第二次木津川口の戦いでは重要陣地となっていたようである。それ以降40年間確かな資料には姿を見せないので、一旦廃城になった可能性も指摘されている。次に姿を見せるのは、 慶長19年の大阪冬の陣の野田、福島の戦いで、西成軍師によると、下福島の5分1に、三重の柵と矢倉を作り王の春種の兵800を配置し、上福島にも砦を設け、宮島金代の兵2500で守備し、野田にあった神家の船倉を守備していたとされる。この、西成軍師では、棚郎を五分1に設けたとし、新しく築かれたと読み取れるので、 安土桃山時代に築かれ、野田城、福島城の戦いで廃城になっていた城を大阪の役で再利用したとも考えられる。幻の野田城を探るによると、少なくとも、慶長20年の大阪夏の陣以後には、完全に廃城になったとされている。現在、同地域では、極楽寺、野田エビ神社などに一部城の名残らしきものが、 見られるが、都市化されており上はと思い浮かべるものはほとんど残っていない。石山合戦廃神図の野田城、福島城周辺部分の拡大図国楽寺恵比寿神社の本殿か菅神社、野田城の石宅口化されている、野田城石野田城がどの程度の城郭であったのか、現在も不明な点が多い。城石は都市化され、追記当時とは大きく地形が変化しているからである。 ただ少ない資料の中から、大まかな概要は把握されている。この地域は、平安時代以前には、ナンバ80島と呼ばれる島々が点在していたが、淀川の堆積土砂によって、だんだんと島が陸続きになり、平安時代より今日に至るまで大きく変化してきた。野田城も当時は、島のような場所に築城されていたと考えられている。野田城は鳥出であったという指摘もあるが、 細川漁劇には、野田、福島に名を似て堀を掘り、壁をつけ、矢倉を上げさせ、川浅きところに、乱下部、坂もぎ引き、当初へ建てこもらるるなり、細川漁劇とあることから、浦上村宗時代には、鳥出のような施設であったが、三好三人衆時代には、紛れもない城郭であろうと、幻の野田城を探るでは記しており、近隣にある、 大阪城のような金星城郭ではないものの、戦国時代の城郭であったと思われている。明治時代初めまでは、同地域に野田村が存在していた。この野田村は、奥の町、東の町、城の内町、湯葉町、堤町、北の町の六町から成り立っていた。明治時代初期の地図によると、この野田村周辺が他の地域と比べて若干高い場所にあり、 地の利を活かし築城されたのではないかと思われている。また、幻の野田城を探るによると、城郭は、9丁目の城の内町、奥の町にあたるのではないかとしており、現在の地名では、石碑市や、極楽寺付近が中心部、野田恵比寿神社や春ス神社が、城郭の東側とされる。福島区野田三丁目の野田診療所の南東には、網来池があったと言われており、 このモーラン池が野田城と関係があるとなれば、この辺りが城郭の西側になると思われている。野田城に関する資料も多くはないが、福島城の城郭について、幻の野田城を探るでは、ほとんど絶望的としている。確認されている古文献のほとんどが野田、福島と併記され、当時領城は一体で運用されていたのではと思われている。 ただし、領城を一つの城として考えると城域が広大になりすぎ、そのように考えることには疑問が残る。領城の間には農地や荒地があったと考えるのが実情に合っていると思われている。一方で、近隣には富松城のような二箇所一条の例があり、野田城、福島城もその例に倣って築城されていたと考える立場もある。 明治時代の地図によると、上福島村、下福島村という村が存在しており、その周辺に築城されていたと考えられる。現在、野田城とされる地域から見て、北峠福島公園の方向で、道島川の周辺である。現在でも多くの有志の方が、福島城の痕跡を探しているが、明確な場所はわかっていない。石碑にへのアクセス。ありがとうございます。